私の名前は美香子。夫の正和と二人で暮らす25歳の専業主婦。昔から控えめな性格で家にいるのが好きだった私は、夫のおかげで家事に専念できる今がとても幸せだ。専業主婦といっても時々仕事はしている。独身時代に働いていた出版社から、忙しくなると手伝ってほしいと声がかかるのだ。そのためお手伝い程度ではあるものの、忙しい時期に仕事をすると私にとってもいい刺激になる。そんな生活が私はとても気に入っている。私と夫の出会いは大学生の頃だった。2歳年上の夫とは大学のサークルで知り合い、リードしてくれるタイプの夫に徐々に惹かれていった。夫は自分のことをあまり話そうとしなかったので、付き合っている頃は謎が多い人だと思っていた。生い立ちや家族構成はもちろん、実家暮らしだとは聞いていたが、どこに住んでいるのかもわからなかった。そのため、夫は私に本気じゃないと思っていたのだが、大学を卒業しても交際は思いのほか順調に続いた。そして大学を卒業してから2年後、なんと夫の方から私にプロポーズしてきたのだ。その瞬間、私は驚きのあまり放心状態に。あまりにも私が動揺するので、夫は困惑している様子だった。そこで私は、夫のことを何も知らないし、本気じゃないと思っていたと伝えることに。それを知った夫は、不安にさせていたことを謝り、自分の家のことを打ち明けてきた。夫の家は父親が大手出版社の社長を務めていて、かなり裕福な家庭だという。そのため、お金目当ての女ばかり寄ってくるので、自分の家のことはなるべく話さないようになった。その結果、私を誤解させていたことを知り、夫はひどく後悔していた。何はともあれ、私は夫のことを心から愛していたので、プロポーズはもちろん OK。私たちは結婚して、幸せな暮らしを送るように。結婚が決まってから知ったことだが、夫には2歳年上の兄がいる。義兄のトシヤは偶然にも私の勤め先である出版社の社長を務めている。義兄は夫とは違い天然な性格で、金目当ての女に幾度となく騙されてきたという。そんな義兄からある日突然連絡があり、夫婦で義実家に呼び出された。義実家で義両親と共に義兄が来るのを待っていると、しばらくして義兄が女性を連れてやってきた。その女性は派手な服装に派手なメイクで、いかにも気が強そうな顔立ちをしている。義兄は私たちにその女性を紹介し始める。俺の彼女の小杖だ。結婚することになったからよろしく。義兄がそう言うと、私たちは全員目を見開き黙り込む。義兄に結婚を考えるほど真剣に付き合っている彼女がいるなんて誰も知らなかった。私たちが黙り込んでいると兄嫁が口を開く。そういうことなのでよろしくお願いします。長男の嫁として頑張らないと。義両親はポカンと口を開けたまましばらく固まっていた。そしてようやく状況を飲み込むと丁寧に挨拶をし始める。私と夫も兄嫁に挨拶したが、なぜか嫌な顔をされて無視されてしまった。その時は気のせいかと思っていたが、後になって兄嫁が私たちを見下していることに気づくことに。結婚が決まってからというもの、兄嫁は挙式もまだなのに頻繁に義実家に現れるように。どうやら相当義両親に気に入られたいようだ。ある日義母から電話があり、旅行のお土産を渡したいと言われたので、夫の仕事中に義実家へ。義実家に着くと、リビングから話し声が聞こえてきた。声を聞いた瞬間、私は兄嫁が来ていることに気づく。私がリビングに入っていくと、兄嫁に鋭い目つきで睨まれる。しかし義母に気づかれないよう、すぐに表情を変えて私に笑いかける。兄嫁は義母に気に入られたいのか、やたらとできる女アピールをしていた。お母さん、私英語が話せるんです。
大学時代語学留学した経験があって、だからお父様の会社の役に立てると思うんです。会社のためなら何でもやりますからね。ありがとう。義母は苦笑いしながら兄嫁の話を聞いている。ひとしきり話が終わると玄関のチャイムが鳴った。どうやら近所の人が来たようで、義母は玄関で長話を始めた。兄嫁は二人っきりになった途端、私を見下したような発言を連発してくる。あなた何しに来たの？お母さんに気に入られようって魂胆ね。所詮次男の嫁なんだから社長夫人にはなれないわよ。分かったらとっとと帰りなさい。トシヤに雇われてる分際で生意気ね。トシヤの出版社を時々手伝ってるんですって？いいように使われてるって気づいてる？あんたはトシヤの駒なのよ。兄嫁が私を罵り続ける中、何も知らずに義母が戻ってくる。すると兄嫁は瞬時ににこやかな表情に戻り、あたかも私と談笑していたように装った。その日は長居せず家に帰ったのだが、嫌な気持ちはいつまでも残った。夜になり帰宅した夫に兄嫁のことを話すと、呆れたようにため息をつく。やっぱりそうだったか。初めて会った時の態度を見て嫌な予感したんだ。兄さんほんと見る目ないな。なんとかして結婚を止める方法ないかな。そうね、あの人と結婚してもお兄さん幸せになれないかもね。なるべく入籍は後にしてもらって、お兄さんを説得する時間を長く設けたいね。とりあえず入籍は式の後にするよう、それとなく兄さんに言ってみるよ。入籍する前にボロが出るのを期待しよう。夫と私は何とかして義兄に目を覚ましてほしかった。しかし無情にも時間は過ぎていくばかり。結局式の準備は着々と進んでいった。式を1ヶ月後に控えた頃、お盆休みに義実家で集まることになり、夫と行ってみるとやはり兄嫁の姿が。その日義兄は仕事で来ることができず、兄嫁は一人で義実家に来ていた。義両親は私と夫を笑顔で出迎えたが、その横で兄嫁は不機嫌そうに私を睨む。家族揃ってお墓参りに行くことになったので、夫の車一台で向かうことに。車を見るなり兄嫁は驚いた顔をして私に小声で話しかける。ちょっと何よこの高級車、次男のくせに生意気すぎない？私が無言で苦笑いしていると、兄嫁はそそくさと車に乗り込む。お墓参りをしていると、兄嫁はここぞとばかりに常識人アピールをし始める。そして私の上げ足を取っては非常識な人扱いしてきて苛立ちが募る。気にしないようにしながら毎年恒例のお墓の掃除をしていた時、兄嫁が嫌味を言い始める。美香子さんってお墓の掃除したことないの？墓石は強くこすっちゃダメなのよ。そんなことも知らないなんて、あなた一体どんな育ちをしてきたの？そう言うと兄嫁は私が持っていたタオルを奪い取り、お墓を丁寧に拭き始める。それを見ていた夫が口を開く。美香子は毎年一緒にお墓参りをしているので、掃除のやり方は分かっていますよ。我が家のやり方を知っているのは美香子なんで、口出ししないでください。夫が兄嫁を注意すると、一瞬にして空気がピリッとした。兄嫁はムッとした顔で夫に言い返す。私は常識がない人に正しいことを教えてあげただけだから、あなたこそ口出ししないでちょうだい。兄嫁のきつい言葉に義両親はドン引きしている様子。気まずい雰囲気のまま義実家に戻ると、今度は兄嫁が昼食の準備をすると言い、張り切って台所に立つ。料理をする義母の横で兄嫁は再びできる女アピールを開始。お母さん、私も手伝います。私料理は得意な方なんで。実家でもよく母の料理を手伝ってたし、包丁を使うのは慣れてます。あら、そうなの？助かるわ。じゃあ美香子さんの横に立ってくれる？美香子さんとってもお料理が上手なのよ。
筑前煮の作り方を教えてもらって。え、ああ、はい。兄嫁は見るからに不服そうな顔をしながら私の横に立った。そして私が料理をしている横で口出ししてくる。何その切り方。筑前煮を作るのにそんな切り方でいいの？私が変わるからどきなさいよ。兄嫁の言葉を聞いた義母は困った顔をしている。いいのよ梢さん、美香子さんのやり方でいいの。でもこの人全然わかってないんです。私たちは美香子さんの作る筑前煮が好きなの。だから作り方を覚えてほしいと思って。あなたは隣で見てるだけでいいのよ。義母に注意されると兄嫁はついに本性をあらわにする。どうして？私の方ができるのに見てるだけでいいなんて意味わかんない。私は長男の嫁なのよ。次男の嫁に教わることなんか何もない。不愉快だわ。もう帰る。兄嫁が激怒して帰ると、残された私と義母はしばらくの間無言で立ち尽くす。そして昼食を食べながら夫と義父も交えて家族会議が始まった。兄嫁の本性を知ると義父は結婚は何とか阻止したいと言い出す。すると義母が口を開く。でもトシヤは昔から夢中になると周りが見えなくなるからね。今私たちが説得しても聞く耳を持たないんじゃないかしら。夫は確かにと言ってうなずく。結局何も解決しないまま結婚式当日を迎えることに。結婚式当日、憂鬱な気持ちのまま式場に行くと、夫が私に前向きな言葉をかける。俺はまだ諦めてないからね。まだ入籍はしてないわけだし、チャンスはある。あの女のことだから、きっとボロを出すはずだ。そうね、期待しましょう。式が始まると、兄嫁はウェディングドレスを着て終始ドヤ顔をしている。新婦側の出席者を見ると、親族以外誰も来ていない様子。あの性格だから友達がいないのだろうなと思った。式が順調に進み、花嫁のスピーチが始まる。普通、両親への手紙を読んだりするが、花嫁のスピーチなんて珍しい。そう思いながらステージに立つ兄嫁を見ていると、突然、とんでもないことを話し始める。今日は私を祝うために集まってくれてありがとうございます。皆さんにご報告があります。トシヤの会社はこれから私が仕切ることになりました。要するに、義舞は私の奴隷、私の言いなりよ。次男の嫁が社長夫人になることは一生ないから。その瞬間、場内は静まり返った。そしてどこからともなく笑いが起きる。兄嫁は訳が分かっていないのか戸惑っている様子。何よ、何がおかしいの？するとその時、それまで黙っていた義兄が口を開く。お前、俺の弟が誰か知らないのか？父の会社の社長だぞ。実は夫は1年前に義父の出版社を継いだばかりの新米社長だ。本来長男が後継者となるのが一般的だが、義兄は自分がそこまでの器じゃないと言い、社長になることを拒否。次男である夫の方が仕事ができて、人をまとめる仕事に適している。そう思っていたのは義父も同じだった。義兄はもともと小規模な出版社を立ち上げ、会社とともに成長していくのが夢だった。そのため義父の出版社を継げなかったことに不満は少しも抱いていない。しかし兄嫁は違っていた。義父の出版社の社長が次男である夫だと知ると、兄嫁は動揺し、怒りをあらわに。え？父の会社ってことは、あの大手出版社ってこと？そうだ。国内最大規模の出版社の社長だ。嘘でしょ？どうして？なんで次男が後継者になるのよ？私はてっきり、あなたが次期社長になると思って結婚を決めたのよ。ずっと小さい出版社の社長を続けるなら、結婚なんかしなかった。俺は今の会社の社長をずっと続けるよ。なんでよ。そんな小さい出版社今すぐ捨てて父親の会社継ぎなさいよ。
じゃなきゃこの結婚はなかったことにする。兄嫁がそう言った途端、義兄の顔色が変わるのが分かった。義兄は兄嫁を鋭い目つきで睨みつけると、今まで見たこともないほどの怒りをぶつける。分かった、結婚はなかったことにしよう。君とは価値観が合わないみたいだ。俺は今の仕事に就くのがずっと夢だった。父みたいになることを子供の頃から夢見てきた。はあ？脅しのつもりなら今すぐ謝って。俺は本気だ。君の本性を知って目が覚めたよ。俺は今の仕事は辞めないから、君との結婚は破談だ。そんなことが許されると思ってんの？小さい出版社の冴えない男のくせに。私を逃したらもう二度と結婚できないわよ、この底辺の貧乏人が。兄嫁がそう言うと、会場にいた兄の部下たちが突然大笑いし始めた。私と夫も思わず声を上げて笑う。何がおかしいのと言って戸惑う兄嫁に、夫がある事実を伝え始める。兄の正体を知らないんですか？兄は5年前に賞を取って映画化された小説の作者です。貧乏人どころか印税で働かなくても暮らせるぐらいの財産はありますよ。そうなの？じゃあなんで小さい出版社の社長に？兄嫁の質問に義兄が冷静な口調で答える。さっきも言ったけど、俺は父みたいになるのが夢だ。それは今も変わってない。小説がヒットしたのは嬉しかったけど、今の生活が幸せなんだ。わかった、じゃあそれでいいわ。今のままでいいから予定通り夫婦になりましょう。兄嫁が手のひらを返すと、義兄は首を横に振る。君の本性が分かった上で結婚するなんて無理だ。この結婚はなかったことにしよう。そんなお金持ってるなら最初から言ってよ。言ってくれたらあんなこと言わなかったのに。そういう問題じゃない。もう君を愛することはできないと言ってるんだ。義兄はそう言うと、出席者全員の前で事情を説明し、結婚は中止になったことを報告。式の費用は無駄になったものの、夫の忠告のおかげでまだ入籍していなかったのが唯一の救いだった。出席者はみんな兄嫁を白い目で見ている。そして口々に義兄に励ましの言葉をかけた。義兄はご祝儀を全員に返金すると何度も頭を下げて謝罪した。兄嫁は気まずくなったのか、逃げるように控室に入ったまま出てこない。しばらくすると兄嫁の両親に無理やり引っ張られて、私の家族に必死で謝罪し始めた。そしてもう一度考え直してほしいと頼んできたが、両親はそれをきっぱり断った。兄嫁の人間性を知った以上、嫁に来られても困る、そう判断したようだ。その後、結婚式で本性をあらわにした兄嫁は親戚中から猛バッシングに遭い、両親から感動された。すでに会社を寿退社していた上に、義兄と暮らすつもりでそれまで住んでいたアパートも解約していたそう。実家にも戻ることができず、住む場所をなくした兄嫁は路頭に迷うことに。必死で就職先を探すもなかなか見つからず、義兄に泣きながら復縁を求めてきたらしい。もちろん義兄はきっぱり断り絶縁を宣言。兄嫁は結局借金して古いアパートを借りて貧しい生活を送ることに。借金まみれの兄嫁を相手にする男は現れず、自力で生きていかなければいけなくなった兄嫁。金持ちと結婚するという目標が叶う日はこのまま来ないに違いない。義兄は今回のことで自分の見る目のなさを痛感し、かなり落ち込んでる様子だった。私と夫はそんな義兄を元気づけるために家に招待するなど必死でサポートした。その結果、徐々に元気を取り戻し、1年後には私も知ってる職場の部下と真剣交際に発展。どうやら相手が義兄に以前から片思いしていたようで、落ち込む義兄を
そばで励ましてくれていたそう。私が見る限り、その部下は控えめで謙虚なので、兄嫁とは正反対と言っても過言ではない。そんな優しい彼女ができた義兄が、今度こそ幸せをつかむことを願うばかりだ。私はというと、その後しばらくして妊娠が発覚し、義兄の会社を手伝うことはなくなった。完全に専業主婦になった私は、出産からの慣れない子育てにドキドキしながら過ごしている。義兄に会う機会は減ってしまうが、これからも密かに応援していきたい。いつか義兄が幸せな結婚をする日が来たら、今度こそ心から祝福したいと思う私だった。